岡健次郎は、埼玉県川口市出身の元プロ野球選手、コーチ。名字の、は、環境依存文字であるため、一部ウェブサイトにおいては、常用漢字である、鶴に置き換えた、鶴岡、ひらがなに置き換えた、鶴岡やカタカナに置き換えた、鶴岡の表記も用いられる。雨寒に、鶴を書いた、鶴岡は誤り。春日部べ競高校時代は、 強権強打の保守として知られ、3年時に、主将権4番打者として、夏の埼玉県大会の決勝戦進出に貢献。決勝戦では2年生、エース投手の木村文和を擁する、埼玉栄高校と対戦、1対4と3点リードされた9回表に、四万塁の場面で、ツーストライクと追い込まれながら、同点打となる、走者一層の3点的時3塁打を木村から放った。 続く5番、伊手谷大輔の敵時に二塁打によって勝ち越した、春日部競泳はそのまま5対4で逆転勝利し、甲子園への出場を決めた。甲子園初戦では、平田良介、辻内高成らを擁する大阪桐蔭高校と対戦7対9で敗れたが、自身は辻内から中堅バックスクリーンへ本塁打を放つなど5打数に安打の成績を残した。同年秋には、 トリプル A アジア選手権の日本代表に選出。この時のチームメイトには前述した平田、辻内のほか田中正宏、山口俊、どの上直道ら、後にプロ入りする選手が数多くいた。高校卒業後は将来アマチュアの指導者になるという目標を実現するためプロ志望お届けを提出せず、大学卒業後にプロ入りすることをもう一つの目標として、 日本体育大学に進学。しかし、首都大学野球公式戦での出場機会には恵まれなかった。その一方で、大学への在学中に小学校、中学校、高校の体育科の教員免許を取得。取得に向けて、母校の春日部ベ共栄高校で教育実習へ臨んだ際には、2009年のドラフト会議で、 北海道日本ハムファイターズからのドラフト1位指名を受けて投手で入団した中村勝を教えている。2010年四国九州アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツに入団。45試合に出場し89打数16安打で打率180.1本類打、10打点の成績を残した。2010年10月28日のドラフト会議で 横浜ベースターズから8巡目で指名。全12球団で68人が指名された、この会議で最後の指名選手であったが、11月11日に契約金700万円、年俸500万円という条件で契約した。背番号は、生の読みとポジションが、同じ鶴岡一生が2008年シーズン途中までの横浜在籍中につけた57。 DNA への入団後は3年目の2013年まで一軍公式戦への出場機会がなかった。イースタンリーグの公式戦では1年目の2011年に54試合の出場で打率244の成績を残したが2年目の2012年には35試合の出場で打率213にとどまった。2013年には32試合の出場で打率 186と低迷している。2014年には支配下登録の保守が5人しかいないというチーム状況に加えて開幕から一軍で正保守として起用されてきた黒羽力が4月11日に骨折で戦線を離脱した。このため同月19日に入団後初の出場選手登録を果たした。同日の対広島東洋カープ戦8回表から 星として一軍公式戦初出場を果たす。翌20日の同カードでは、8番、星として、スタメンに起用されると、前田健太から一軍での初安打を記録した。シーズン通算では、一軍公式戦24試合の出場で打率、267、2打点という成績を残している。2015年には、イースタンリーグ公式戦54試合に出場した。 一塁手や指名打者にも起用されたほか、打率244という成績を残したが一、軍公式戦への出場機会はなかった。10月25日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。DNA から戦力外通告の際にブルペン保守としての契約を打診されたことを受けて、2016年から2年間はチームサポーターという肩書きで、 ブルペン保守を務める。2017年11月6日、2018年シーズンより、2軍バッテリーコーチ補佐兼育成担当に就任することが発表された。四国アイランドリーグプラスからドラフト会議での指名を経て、NPB に入団した選手で、NPB チームのコーチに就任するのは、岡が初となる。3年ぶりの現場復帰。 2019年5月30日に軍の保守不足解消のため DNA と育成選手契約を結んだことが発表された。背番号は087。コーチ登録の継続については不明瞭でスポーツナビではコーチ一覧からは選手権コーチとしても名前を残さずに削除され選手1000人になっている一方で球団公式サイトでは コーチの場合と選手の場合とで別々のページが用意されており、コーチとしては背番号87のままとなっている。現役復帰後、結局に軍公式戦に出場することはなかった。球団から正式な発表はなかったが、2019年10月31日に自由契約公示され、2020年からはチーム付けのゲームアナリストに就任する。 補給から二類到達まで二秒起きる強権を武器とした。大学時代に出場機会に恵まれなかったことによる4年間の実質的なブランクの影響によって補給やリード面に課題を抱えていたが、独立リーグ、愛媛在籍当時に実戦出場機会を得たことにより早球の正確さが向上しリード面も進歩したと評された。また独立リーグ、 愛媛在籍当時の通算打率が2割を切っていることが示す通り確実性に欠ける打撃面も課題とされた。ありがとうございます。